どうも、ディアルバキョウです。はい、ということでね、もう大会まで2ヶ月を切りました。おそらくもう50日ぐらいだと思います。はい、まあ50日ぐらいですね。うん、で今回はまあ肩トレなんですけど、まあ肩トレの前にやっぱりね、そのウォーミングアップをしっかり行うことによって、まあ、肩に 血流を循環させて、そしてより肩トレの効果を上げることもできるし、そして怪我の予防にもなるんですね。なので僕が今ですね、現在行っている、まあ、肩のウォーミングアップの種目を紹介していきたいと思います。そして僕がここ最近行っている、まあ、パフォーマンス向上のための力発揮のための肩トレ、これもちょっと同時に紹介していきたいと思います。ということで、それではトレーニングに入っていきましょう。GO! という感じでした。まあ、まずですね、やっぱり肩トレの前にしっかりと、まあ、ウォーミングアップの種目を行って、まあ、肩をパンパンに張らせて血流を送り込んでから行うと怪我の予防にもなるので、非常にね、まあ、いいです。効果的です。おすすめなのでぜひ行ってみてください。そしてですね、僕の肩トレ自体は、まあ、こういった感じで、まあ、爆発的な力発揮のパフォーマンスアップのためのトレーニングを行う日と、そして軽い重量で効かせるようなトレーニングを行う日というので、週に2回ほどね、今行っているんです。それでですね、結構肩自体も減量中でありながら結構いい感じにね、なんか発達してるのか分かんないですけど、しっかりとメリハリがついてきてるので、まあ、この調子でちょっとやっていこうかと思っています。ということで本日はここまでですね。それで皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ちなみにね、減量いい感じですよ、今。結構ね、絞れてきて、割とバキバキになりつつあります。腹筋も。こんな感じです。よりね、ハードに絞り込んでいくので、応援のほどよろしくお願いします。ということで、さよなら、バイバイ、じゃあねー。いやー。からか標的を、この僕の方へ。いいよ、ケツみたいな胸、ケツみたいな胸、いるから生きるため走り出す。